皆さんおはようございます、今日も朝からアマンダレン収穫です、昨日家に帰ってきてからの作業が日をまたいでも終わらず、ね、ここの夜鍋収穫ができなかったので今朝は5時起き、もうほとんど寝てないような状態でまた一日がアマンダレン収穫から始まっております。山の恵みは大変ありがたいんですが、今年これだけ一斉に始まられると本当に嬉しい悲鳴どころかもうちょっと困っちゃう。高市さんは昨日袋詰めしたアマンダレンを今いつもねお世話になってる方々や身内に配りに行っておりますが、これが終わった後また今日も、昨日のアマンダレパニック残してきた子たちの収穫に行ってきます。ついにここもナメコが始まってしまいました。アマンダレとコラボベイビー、シャコさん、おはようございます。遮光ネットの絵が気持ちよさそうですね。私も隣で一緒に寝てもいいですか。今日も山に行ってくるね。来ました、昨日のデジャブー。さて今日も気合い入れていきましょう。昨日みんなこれぐらいのサイズで置いてったアマンダレがたったもう半日だよね、一日じゃなくて半日でこれだけ開いてる。いや昨日日が暮れて収穫してて思いましたけど、山の気温がねあったかいです。上着持ってきたけど昨日最後の最後まで日が暮れてからも上着着なくても大丈夫なぐらいでした、ね、それだけあったかければそりゃ一気にこれだけ短時間で成長しちゃうよね。いくらマンダレが成長が早いキノコだとはいえ例年よりも山がまだまだあったかいです。いやたった一晩での山の変化、昨日いなかったプンプンがいっぱいいる。なんかキノコちょっと黒いなと思ったらプンプンが大量に発生しております。なんてこった。ここも一晩ね立派に育ったね。高市さんの手さばきがテンポがいいですね。今日は昨日の作業を学習して収穫した先から袋の空気を抜いてちょっとでも劣化しないように、アマンダレ、まあ、キノコ全般も収穫したところからどん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 劣化していく。アマンダレは特に早いからね。こうやって袋にびっちり詰めていきます。さて昨日時間がなくて回ってこれなかった場所、うわー出てるアマンダレベビー、そして巨大なアマンダレ、あーもう開ききってやつもあるけどすごい大きい。取れるやつだけここも取ってきましょう。そして高市さんの方はうわーびっしりなめこ、美しい、ね、これ今中開きで絶妙なタイミングだね。この木の裏側また本当にびっしりベビー。いやー今年のキノコキャンプの時にバッチリなタイミングで撮れそうなベビーさんです。そしてこの大きい、すごい大きいしっかりしたアマンダレ、綺麗です。もう
あんだけ撮っても毎日見ても飽きないキノコの美しさ。いや、何でもそうだと思いますけど、やっぱり仕事って好きじゃないとできないですよね。いや本当に昨日あれだけずっと丸一日アマンダレ見てたのに、またこうやって綺麗な子を見つけるとすごくテンションが上がる私です。いや、見るのも撮るのも食べるのも本当に好きな私です。アマンダレの裏側は玉浦紅岳、右と左でイエローとホワイト、おしゃれだね。この大木はいるね。ここもだいぶアマンダレが出なくなったって高市さんから聞いてた木ですけど、今年やっぱりキノコ大豊作だね。そしてここのはみんな大きいです。あーでもやっぱプンプンいるね。前回冷え込んだ時にプンプンが出ていこう、かなりもうどこに行ってもプンプンが出始めてて、キノコが大変なことになってる。でもすごい大きい。わーい、美しいなめこ。いや昨日開きばっかりだったから中開きと粒のこの丸みのフォルムが美しいです。いやープルンプルンで美しい子。いやー昨日のすぐお味噌汁にしたいと思ったなめこも美味しそうでしたが、やっぱ粒も美味しそう。高市さんに中開き取ってって言われたので、今日はこのトゥルントゥルンの子たちを取っていきます。もうここはもう色がもう白っぽい色になってきてるので、もう明日に良いやつですね。なめこもね、やっぱりなんか時間をかけて傘が開くやつは色がもうちょっと濃い、もちろん種類もありますけどね。あーしばらくこっち来てなかったからな、傘開いちゃってるけど、これ毎年ここに出るブナシメジです。もうちょっと早く撮りたかったね。ここにもいました。ブナシメジは毎年出る場所が一緒だね。あ、ハサミで撮ればよかった。美しいです。ということはこの木の先にもいたね、クナシメジのベビー。これまた数日後ですね。わーすごいね。そしてもうダメだね、昨日出てるって分かってて回りきれなかった。もう一箇所のアマンダレフィーバー箇所です。高い今年はもう一斉すぎて撮るのが間に合わないね。間に合わなくて撮りきれなかったアマンダレのすぐ横にまたアマンダレとなめこもベビーがいます。次々と出てくるね。昨日うわ大きくなったね。昨日夜見た時よりも下のほら、うん、そうだね。いや嬉しい。なめこと今日はこのつばたきも取っていきます。美しいねなめこ。なんかずーっとアマンダレ見てたから約束だ。見てください、このつるつるんつるん。いやすごい綺麗だねここのなめこ。
さっきのところの粒もすごい綺麗だったけど、この子はもっと肉厚な感じ。うわ、超綺麗です。つばたけ、この木はかなりいっぱい出てて、今年取ったつばたけの中では一番密集して出てるかもしれない。そして結構取り時期のいい方です。この子も1日取るタイミングがずれると水分がすごい多いキノコなので、とってもデリケートで傷みやすいんです。あ、今ここでたくさん出ててとっても嬉しい。また見つけました。平成16年春諏訪、この前は諏訪でしたけど、諏訪って何？おじいちゃん、諏訪って何ですか？春諏訪、高市さん知ってる？あのほら、なんだろうね、あの二階山にもほら、あ、そうだから、この前二階山のやつ見つけて、うん、あそこには春諏訪って書いてあった。諏訪、まあ和なのか風なのかわかんないけど京一おじいちゃんの謎の文言です。やってきました、2カ所目の昨日のデジャブー。こう粒で残してった形が大きくなってる。こっちもわっちゃん、すごい後ろから高市さんのうわーっていう声が聞こえました。よし、ここは2時間以上コースだね。頑張りましょう。いや、軸が太くてとっても立派。すごいね、ここのハマンダレは。1箇所目のとこも比較的軸太いけど、ここもすごい立派だよね。いや、傘もすごい綺麗です。なんか今日茶色い種類のアマンダレずっと取ってたから、やっぱ傘の裏が白いやつは美しいね。ここも昨日みんなこれぐらいの粒を残してきてるんですけど、成長が超早い。もう昨日あれだけ頑張って、ここも3時間ぐらいかけて取ったアマンダレたち、残してきた子がまた今日も3時間です。作業続けてますが、で今日まだ1時間ぐらいだよね。優秀だね、昨日ほど時間がかかってない。結構びっしり出てるけどそうだね、昨日はあの密集度で場所を動けないぐらい一箇所で相当取ってられた。いやー、すごい軸が立派。いやー、ほんと軸立派だね、この太さ。今年超特大の極太の軸のアマンダレが出てたのもこのエリアすごいです。私があの先週さ、一人でパトロールして回った時に、この上に来た時にさ、もう親指、私の親指よりも太いぐらいの軸のアマンダレがあって、なんだお前って思わず喋りかけたくなるぐらい立派な子がいたよ。ここの子たちのこのキノコ菌はすごいんだね。いいね、この両サイド攻め貫通するね。あ、ちょちょちょ、あ、取って、これ結構山柄なんだね。そうだよね。
結構生えてる角度によってはハサミの入れ方難しいもんね。そうだね、根元から取ってからハサミで切った方が綺麗に取れる。最初のところは本当虫だったけど、ここは虫がいないから本当にいい。見始めるとこう頻繁にみんなのほら、虫が来てた。鏡の突進力をやってて、プンプンが突っかんで、あのプンプンはどっから来るんだろうね。だってプンプンついてるキノコの隣に全くついてないキノコもあるもんね。よくわかんない。プンプンはあの全部に直接ないでね、一個の木にみんな集中してほら、うん、他ならの一つの木に。そうね、絶対数が多いところだね。奥袋分、奥きキノコしていきます。ここからまたさらに奥に行ってきます。いや、紅葉の色づきが増した函館。いやー、秋の函館、美しい、素晴らしいね。昨日ライトが調子悪かった。高市さんが行った方のルートチェック。いやー、奥は紅葉がすごい綺麗。早速アマンダレ発見したけど、だいぶこれ昨日でももう遅かったぐらいなサイズだね。だいぶ大きくなってます。もうこれ傘が壊れるやつだね。ここもすごいね。やっぱりライトがちゃんと光らないと場所が分かってても見つけれないんだね。ここもでも昨日撮りたかったサイズだね。ここはさっきのとこと違ってまだ傘触って崩れないからギリギリいけそう。ここだけかも。こっちはもう多分ダメかもしれないね。本当に人間にっていうか高市さんに、ね、本当にみんな一斉に出すぎて、みんな転がしちゃうから、だから根っこでコミュニケーション取ってるの、うん、アマンダレも根っこだからね。根っこってさ、チェンジチェンジだから。じゃあお父さん先向かい来てよ。いや、これ取らなくてよくない？取る、うん、いや、取らんでいいよ。取らなくていいよね。あんなびっくりしない。この辺もだって全然ダメだもんね。出ないけど。高市さんの願い、キノコが出なくなった木たちにこのアマンダレを置いていく。アマンダレが出るようになりますようにと。でも実際出てるからすごいよね、うん、このバッコンってアマンダレ出るっけ。え、私この木にアマンダレ出てるの初めて見た。もともと出る？出たんだろう、でもこっちは出ない。ねえ。いや、でもここも昨日だね。軸がしっかりしてて、カタガタしてるけど、みんな黒いね。ヒラタケ？どれどれ？わあ、すごい。この木は、え、この木初めてじゃない？一番端っこの木。あー、ここの、この一本に初めて出ました。これももう、一週間近く、目外しだね。もしかしたら私が最後に来た時に、ねじ組みが出てたのかな？私の見落としかもしれないです。もうこれは、お化け、ヒラタケですよ。いけるかな？お、いやー、立派。でも平竹って大きくなってもなんかあんまり型崩れしなくてすごく優秀なキノコです。
それにしても今年最初に1回出た時がすごい早いと思ったけど、それからコンスタントに出てますね。もう始まったね。ここは同時じゃなくてよかったね。アマンダレ出始めました。ここもびっしり、いっぱい出ててもいいようにライト仕様でこの奥キノコパトロール来ましたが、ネジ組みがね、アマンダレのネジ組みがちょっとあって平丈が少し取れただけで、今日は真っ暗になる前に帰れそうです。この後ね、途中に置いてきたキノコたちを回収して下山していきます。さて、回収何個入る？じゃあ高市さん3つと私3つね。これ縛ってないんですよ。これでこっちを入れれば OK だね。よし、昨日のアマンダレパニックからの取り残し回収キノコハンター、今日は思いのほか残したアマンダレの量に対しては時間があまりかかりませんでしたが、地道な収穫作業でした。今日は日が暮れるまでに帰れるのでよかったです。では皆さん、今日も長くお付き合いいただいてありがとうございます。